はい、こんにちは、ミカツです。今日はですね、ちょっと告知になるんですけど、もうね、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけど、実はですね、新しいチャンネルを作りました。まあ、今までキャンプマニアっていうのと、桜チャンネルっていう、まあ、キャンプ専門、アウトドア専門のチャンネルと、あとワンコ専門チャンネルっていうのを作ってきたんですけど、今回作ったのはですね、雑な動画用のチャンネルです。まあ、と言いますのもですね、こういう風に YouTube を、まあ、しばらく続けてると、結構ね、こうちゃんと編集してメインチャンネルにドーンって上げたいっていうの以外にも、ここはボツになったりとかね、あとはその素材なんですけど、まあ紹介してみたいとか、いろんなね、そういうのが溜まってきちゃうわけなんですね。で、そういうもの専門のチャンネルといいますか、まあ些細なことだったりとか、まあ、比較的ちょっとどうでもいい的なね、なんかそういうものをね、その上げていけたらいいなということで、新しいチャンネルを作ってみました。まあね、なかなかメインチャンネルとかキャンプマニアの方の編集も追いついてないような状況ではあるんですけど、まあ、そういうね、あまり編集してないような、ちょっとくだらないことだったりするようなチャンネルがあってもいいかなと。でですね、とりあえず5本ぐらいかな、今上がってますんで、もうね、自信を持ってお勧めします。登録してくださいと、ちょっと言い難い内容ではありますので、興味を持っていただけた方はね、ちょっと覗いてみてもらえればいいんじゃないかと思います。ということでね、今日は10月の16日かな、今晩、今日付が変わって夜中なんですけど、新しい iPad とか、ひょっとしたらね、iMac とかも新しいのが発表されるんじゃないかという、まあいうような話なんですよね。で、ミカツとしてはですね、何も買いません。買わないんですけど、一応発表は見ます。まあ、だからなんだよっていうね、話なんですけど、何の話だっけ。あ、はい、ということで、まあ今日はね、新チャンネルを作りましたんで、ご覧になってみてくださいっていう話でした。以上です。じゃあね、さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。